こんにちは、ブライアンとアンちゃんです。我々は現在北海道の標津町、標津町におります。今日はすごい天気がいいんですけど、これから野付半島に行こうと思います。ここ野付じゃない？そう、今もうすでに道としては野付半島に入りました。で、野付半島っていうのが北海道のほんとこのちょびっとこう本土から離れてつながってる島なんですけれども、ここがどうやら日本最大級の砂子という場所です。砂子って何？そう、砂子が何かっていうと、海流により運ばれた砂が長年にあたって蓄積して作られた地形ということで、外から来た砂浜みたいな感じかな、雰囲気的には。航空写真で見てもあんまよく分かんなかったよね。そうそうそう。でももともとだから噴火とかでできた土地じゃなくて、土とか砂が積み重なってできた土地と、ちょっと一風変わったできた方をしている地形と。で、ここには荒涼とした景色だとか、ここにしかない植物、そして野鳥がたくさんこの辺りに住んでいるということで、本当にこう自然の豊かな地形ということで、今日はちょっともうすでに午後になもうすでに午後になってしまったんですが、ちょっとこの野付半島をぐるっと回っていきたいと思います。はい、ということで、あんちゃん、ここまで運転ありがとうございました。お疲れ様でした。もう間もなくですね。思いのほかしっかりした道路ね。ね、しっかりね作ってるけど、砂浜なんかと思ってた。でももうこれも右も左ももう海囲まれて、天気がいいので今日は国後がよく見えます。はい、ということで今日も元気よく行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、すぐ真横が海で、その奥にちょっとした陸地と林があって。まっすぐの道があって、すぐ左また海。別の島かなと思っちゃうね。これが長い一つで、まあいわゆる砂浜ですよ。砂浜に木が生えたんよね。そうそうそう、しっかりと堆積して土地になったけど。あら、駐車場こっちにもあるね。到着。ネイチャーセンター。じゃあちょっとネイチャーセンターでまず知識を仕入れて勉強していきましょう。腹ごしらえじゃないの？腹ごしらえさっきしたい。ちょっと反射がきつい。全長26キロの日本一の砂くちばし砂子地形です。さっき言ってたよ。そうそうそう。見せ場が3つぐらいあって、このトドワラ遊歩道っていうところは今から歩けると。でもう一個、このポンニクルの森は入林通行禁止、ツアーのみか。でもこんな景色多分途中見た林なんかな。で、あともう一箇所がこっちの灯台の方かな。竜神崎灯台の方はこっちは漁業者専用道路やから、やっぱりこっちもダメということで、今日はここかな、このトドワラ遊歩道を歩いてみましょうか。ワシ、タンチョ、エゾシカ、キタキツネ。ね、エゾシカ、キタキツネ見れる。これがその一番の拡大図。こうやってずーっと海となんかね、砂浜の間みたいなところを歩くのかな。ね、やっぱ実物でいかなあかんね。1970、およそ50年前か。なんか高潮でね、そうそう、こう風化して、どんどんこの木とかもなくなっちゃって寂しくなっていくから、これもゆくゆくはなくなってしまうって。ほら、生えてる。地殻変動90年間で33センチ、120年後には海中に消滅。今しか見れん絶景よ。120年後さすがに生きてないと思うけど、それでもよ、子孫に残されへん。潮風の匂いがやっぱちょっとひんやりすんね。7月やのに。あの島はあれがさっき見たね。そうなんでしょう。あれでしょ、あの国っぽいやつでしょ。うん、あの先に見えてるのがそう、国後。北方四島の国後。ちなみに左奥に見えるのが知床半島。へえ、大きいよね。同じぐらいのサイズ感に見えるよね。実際国後大きいからね。沖縄本土ぐらいあるやん。そうなの、めちゃめちゃ大きい。山も高いしね。ねえ、トドワラまで徒歩20分ということで、ネイチャーセンターで程よく勉強したから、はい、ここ歩いていきましょう。はい、おい、すごいな。右見ても海か。海囲まれてるもん。左には避難施設。荒涼としてるよね。荒涼ってなんか荒れ果てたような、小さい植物はあるけど大きい木もなくて、うん、少し寂しいような景色が広がってるねって。そうだね。このまま本当手に続きそうね。ね、徒歩バージョン。すごいな。こう海沿いの町にずっと電線が張ってる感じがエモいな。もう7月やのに風冷たいね。寒いよな。日差しは高いけど、風が本当クーラーみたいに冷たい。外やったら十分。さすが北海道。あれね、なんか夏の期間だけ乗れるらしいね。そうそう、1回500円です。往復は2000円やね。1人しか乗ってないねえ。遊歩道到着。ここからトドワラの。こっからなんや。私最初から遊歩道なんやと思って。遊歩道は遊歩道だけど、こっからがその目的地のトドワラ。もうすでに枯れてなくなりつつある林。荒涼とした景色を見に行きましょう。遠湿地植物群落に置き換えられつつあるって書いてある。足元注意してって。はい、気をつけていこう。携帯電話歩きながら触ってたね。気をつけて、よく触るんやから。触ってない。思った以上にあれね、何も生えてないね。ひょっとしたら今まで見てきた写真よりもさらにもっと進んでるかもね。うん、多分ね。でも写真見てもああいう枯れ木とは枯れ木がたくさんあったやん。もう今もうそれが数えるぐらいしかないやん。この一帯本当はもっと生えてたんかもしれんけど。あ、本当やね、枯れ木さが。だからどんどん進んでんね、やっぱり。悲しいね。塩水の影響じゃない。地盤沈下と、あとはやっぱりその塩害を受けるんでしょ、海やから。うわー、すごい桟橋。まっすぐね、本当に。海の上歩いてるみたい。まあ実際そうなんやけどさ海の上歩いてるよ。そうですよ。そうです。そうでした。そうです。うわー、なんかすごいね。ずっと桟橋が続いて、その先に小さな島がある、ね、あれがトドマツの枯れ木か。もう数本しかない。悲しいね。もっとたくさんあったし、林って感じだったけど。この先には何があるんやろうね。わかんないけど、なんかずっと続いてそうな雰囲気。ねえ、行ってみようか。すごい、もう道じゃない、サクサクしてるね。枯れ木がついた。ここは何やっけ。チャム。こっちは船着き場。北海道の本土の方から船が来ると。でキナチャウスって、このキナチャウスってのはこっちの右のちょっと沈んでるところ。ここあたり、そこら辺で。すごいな、世界の端っこまで来た感じ。書いてたね。海か、穏やかやな。一応湾の中になる。そうなるんじゃない？囲われてる内側やから、1年に 1.3 センチぐらい沈んでるってね。待ってんのかな。こんなん10年も経ったらもうここなくなるよ、完全に。ね、でこの先も多分ほら、ちょこちょこって土見えてるけど、少しずつ沈んだんかな。そうだね。人が通ったとか言って。本当だよね。切ない。ねえ、太陽がすごい綺麗に反射させてくれて。こっちがトドマツ。嘘、トドワラやん。さっきのあなたに持ってかれた。トドワラの枯れ木の群生地。うん、でもここら辺の方とはトドワラ。そう、この一帯が全部トドワラが生えてたはずやけど、もう今はこのご覧の通り寂しい姿になってしまって。であっちもさ、木がニョキニョキ生えて。ああ、本当やね。もう枯れ木になってしまったけど、ちょっと残ってるね。結構ちっちゃいけどさ、あるよね。うん、もう海に沈んじゃってるけど、なんかなんともやるせない切ない姿やな、景色が。ねえ、本当に。つながり。角がいる。角しか見えてないとこです。ねえ、そこに鳥さんもいる。別のチームやね。キツネもおったし、やっぱすごいね、野生動物の宝庫やね。これが堂々950号線の起点。950号線って言ったら野付半島にずっと伸びてる道路のこと？多分そうじゃないかな。なかなか道路のスタート地点ってなくない？見たことない。ねえ。地図で見てなんかあるなって思ってた。つまり端っこってことでしょ？すごいね。最後の地。奈良原の枯れ木たち。まあでもこっちはしっかり咲いてるね。まだまだ。咲いてるっていうか立ってるっていうか。でもそれでもやっぱ枯れ木がちょこちょこ目立つね。右の方なんか結構。ここは海。うん、ここも海。てか基本的に接してるものは全部海。風とか結構受けれそうやもんねここは。うん。20、30年もっと前か。50年前ぐらいやったらあっちの。トドマツ。残念、トドワラでした。トドワラも。茂ってたんかもしれんけど、ね、地図見たらちょっと緑っぽかったもんね、うん、上から見たら1980年、70年代ぐらいはこの絵だったらちょっと小原より低い感じに見えたけど、あ、本当にでもあんま違いわかんない。うん、でもなんかこう海に挟まれて俺らはあっちに行かんから、その代わりにこう絵画見たよね。うん、確かに枯れ木と森とで、そこに鹿がいて野球の枠買ってきて写真撮らった。ああ、確かにいいね、いいねナイスアイデアみたいな遠くに見える高い山、真正面に太陽、そしてずっとつながる天神橋。どこか殺風景でどこしげな感じ。ちょっと寄り道。いいでこの正面の絵面の綺麗さ。今すごいね、太陽といい感じ。うん。いやすごいね。はい、ということで今日は野付半島を観光してきました。はい、どうでした？よく歩いて疲れました遠かったね。遠かったねえ、鈴原、笠原、松原、トドワラに片道30分ぐらいの道か。歩いて、うん、歩いてやけどおかしいよな。俺ら2時ぐらいに出て帰ってきたら5時やったで。あ、そんなにおったの？うん、なんか2時間半時間ぐらいおった気する。でその後に灯台の方行ったら鹿の群れと出会って、うん、で最後に奈良原行ってまあちょっとこう綺麗な写真も撮ってっていう感じで一日野付半島を観光してきました。はい、あれがねいつかなくなってしまうとちょっと寂しいね。悲しいね。なんかね、また旅が終わってまた30年40年経っておじいさんおばあさんになった時に旅ができたら、うん、もう一回顔出してみたいね。どんな場所に景色になってるかちょっと楽しみね。あと冬に来たい。冬か。そう、あそこ薄い海やから、うん、全部カチコチに凍って、うん、凍った海の上で遊べるってことで、ね、冬はもうまさにこう日本のウユニ塩湖と言われるぐらいの絶景らしいんで。海なのに凍るよね。ね。いくら浅いとはいえ。うん、まあそれだけ寒いのと、うん、浅いのとで。寒いのちょっとダメだわ。まあね、厚着してこないと。まあでも本当に冬の景色を思わず見たくなるような素敵な場所でしたということですかね。疲れたね。はい、もう温泉入ってご飯食って寝ましょう。はい、はい、じゃあこんなところで今日は終わります。はい、じゃあ今日はトドマツ、何松、松じゃないよ。松じゃないよ。全力でやめときましょう。今日はこの辺で終わってきます。いいなって思った人は、この動画がいいなと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。疲れたぜ。誰でもチョッパーやん。後で動画で確認して。似合ってる。ありがとう。